はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。ミニミニトーマスモーターライズドレースウェイです。長年望んでおりましたね、はい、ミニミニトーマスのなんとコースが出ました。はい、はい、今回はこちらで遊んでいきたいと思います。では早速開けていきましょう。おい、組み立て、なんか見たことがあるな、こういうバラバラ入ってるの。わお、おっと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 、はい、こんな感じでバラバラ出てきましたね。はい、はい、ではこれを組み立てていきましょう。はい、はいはい、ということで組み終わりました、はい、かなりでかいセットでびっくりしたね。はい、うん、それで、組み立てはですね、この説明書を見てやりました、はい、でこれはですね、全部英語なんですけれども、はい、図解されてるので、あの分かりやすくすぐ組み立てることができましたね。はい、どのようなコースか見ていきましょうか。これ全部収まってないね、はい、まずこのですね、上りの坂があるんだね、はい、これをクランキーが引き上げてるっていうようなイメージですね、はい、ちょっと見てみようか。これ、これ、はい、クランキー、クランキーですね、はい、この子がこう釣り上げてる感じですよね、はい、でこれはね、なんとミニミニトーマスを引っ掛けることができるんだ。ほら、引っ掛けられる、もう一人引っ掛けられるでしょ、うん、こうすれば、ね、はい、2体引っ掛けられるんだね、はい、はい、クランキーが引き上げるとここで3つの道路に分かれるんだね、はい、こんな感じ、はい、3つに分かれます、はい、1つがこの透明の滑り台ね、はい、これを滑り台一周して下に降りていく感じ、うん、なんかこの透明の滑り台は水みたいな、そうだね、そういうデザインですね、はい、で真ん中のレーンを、ここね、真ん中のレーンを滑っていくと、この青いレールを通ってこちら側に降りてきます、はい、そして最後はこちら側の道路で、これは黄色いレールを通って、はい、真ん中に降りていくと、すごいですね。でこれは単三電池3本で駆動しますね、はい、上に登ってってくれる、はい、というものです。はい、はい、それでこちらのモーターライズドレースウェイにはこのレーシングトーマスついてますね、はい、すごいね、はい、ファイヤー1番って書いてます、1番トーマス、はい、それとこちらのジェームスがついてますね、はい、これもかっこいいね、はい、虎が書いてある、うん、5番ジェームスってちゃんと書いてあるね。そうだね、はい、はい、それでは実際遊んでいきましょうか。はい、今回ついてきたトーマスとジェームスで遊んでみましょうか。はい、じゃあスイッチオンにしてください、しんくん。スイッチオン、いった、あ、ジェームスがいかない、いた、おお、すごいすごい、あー、脱線しちゃった、脱線、コース外、コース外した、はい、どっちにしたの、黄色いレーン、黄色いレーン、あ、いった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 、いった、すごい、うお、すごいなこれ。じゃあ次は真ん中、青いレーン、あ、真ん中のレーン行った、真ん中のレーン行った、おお、ちゃんと行くね、うん、あ、いけるいける、すごい、すごいダイナミックだな、やっぱりダイナミック、こんな感じ、はい、すごいねこれね、すごく迫力満点ですね、あすごいね、これ拍手だね、はい、すごいめちゃくちゃいいじゃんねえ、うん、ミニミニトーマスやるね、うん、これまでのいろんなトーマスのシリーズでも何よりいいかもしれない、一番すごいのこれだよ、うん、これなかなかないよ、だってレーシングも結構大きくなったのにさ、はい、まだトーマスでさ遊べるってのはなかなか、うん、ねえ、すごい、そう、このアクションで遊べるってのはいいじゃん、これすごい、よし、そしたらいろんなミニミニトーマス発射しちゃおうか、イエーイ、行ってみましょう、はい、じゃああとレーシングバージョンも飾ります、はい、どうぞどうぞ、せっかくの声だからゴールデントーマスも行っちゃうよ、はい、じゃあリーゼント、エドワードだっていろんなトーマス大集結、はいはいはい、これ多すぎると間な混雑しちゃう、第2弾の、あ、やばいやばいやばい、あそこで絡んじゃった、絡み、はい、ということで今回はミニミニトーマスモーターライズドレースウェイでした、はい、ということで素晴らしいねこれね、はい、
今までのトモステインの中でもかなりいい方じゃないですかね、はい、うん、これはですね、ちなみにトイザラスで売ってましたので、気になった方はチェックしてみてください。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンをお願いします。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。